表年図表年図は、日本の初期水墨画を代表する画奏、除雪作の絵画作品である。日本の国宝に指定されている。氷炭で生図を抑えるという禅の考案を描いた。1415年、以前の作。室町幕府将軍、足利義持の命により制作された。京都市の明神寺達中、大蔵院の所蔵、国宝。画面上半には、 大竹修隆氏の女と玉、そよぎ薫など31人の前奏による画賛がある。画の上部にある大竹修隆氏の女によると、この作品は大将校が総女説に命じてザウの兵に信用を持って描かせたものであることがわかる。大将校については、足利義持を指すと見るのが定説となっている。また、信用の意味については、諸説あるが、 中国伝来の新しい画法という意味に解釈するのが一般的である。原文は一部剥落し、不明の字もあることから、全文は明らかではないが、判明しているものでは以下の通り、現状では掛け軸層で上半分に序と三、下半分に絵があるが、元は吉持のザウの兵の表裏に絵と三がそれぞれ表されていたものである。図は、 水流の中を泳ぐナマズと、氷炭を持って、それを捉えようとする一人の男を表す。男は氷炭をしっかり抱え持っているようには見えず、危なっかしい手つきである。左前傾には、数本の竹、円形に山々を表す。主たるモチーフを、画面の左下に集め、画面右方を広い空間とする、構図法は、残山雨草へ水、変革の形と呼ばれるもので、 南宗の画家場演が得意としたものである。また、人物の描法には、同じ南宗の了解の原筆体の影響が伺われる。このように、本作品は、南宗引退画の影響を強く受けたものであり、日本の初期水墨画を代表する人物である除雪の筆であることが確実な遺品として、日本絵画史上貴重な遺品である。制作年代については、 三者の活動年代から、欧永20年前後と考えられており、三者の一人である大白魔源が、欧米22年に没していることから、この年が制作年代の加減となる。表年図、ありがとうございます。